彼女をコーチ室へ連れて行って。あなたは他と違うわ。何ですって？別物ね。ヘルガストのことは知ってる。本人たちより詳しくね。ある特質があるのよ。そう、あなたにはない。他の血が混じっているようね。サンプルをくれれば遺伝子のうち何パーセントがベクターか喜んで教えてあげる。推測では半分以上。連れて行って早く。あなたたちは皆死ぬのよ。クリアです。進んでください。イサリ首相は未だ原因不明の不審者を出した事件に関して声明を発表しました。物議を醸した首相の父親の像もこの事件で判明しています
のパルソン。ワンエイト、どうぞ。大丈夫か？大丈夫です。声が聞けてよかった。爆発が起きた時に来たんだ。近くにいたのか？すぐ外に。そいつは危なかったな。状況はどうだ？メインフレームを失いました。敵の制御下だ。町中が何度も攻撃を受けてる。今すぐに来てくれ。了解。向かいます。タックワンに戻します。こんなことが起きるのはずっと分かってた。故郷が今敵の攻撃を受けている。新たな段階に進むべきだ。分かるか？了解。さあ、放送を受信しました。発信者はブラックハンドであることを確認。タイランだ。探せ。捜索中です。我々はブラックハンド。ケルガーンの炎から生まれた。未来は我々の手中にあるのだ。今回の事件の責任。奴らに言ったよ。これは戦争だと。猶予を与えてたんだが、それが間違いだったのだ。先制をかけていれば、こんな犠牲は出さずに済んだはずだ。さあ、フライデールシステムで怪しい動きがあります。ライブ映像が見られるか？奴ら列車をミサイル代わりにする気だ。駅に急ごう。元凶を絶つんだ。549-71に変える。3つの輸送機関が乗っ取られ、多数の熱反応あり。民間人が乗っている可能性が高い。現場に急げ。列車をすぐに止めるんだ。行け、行け。
列車を確保。敵を倒した。次の情報まで待機しろ。ダメだ、待ってる暇はない。部隊の呼び出しだ。名を名乗れ。列車クリア。至る場所に民間の犠牲者。最後の車両は爆薬だらけだ。クソ、爆弾はつながってます。信管を外しても間に合わない。
間人がいる。列車を攻撃して脱線させるんだ。ミニガンを使え。さあ早く駆動系を狙うんだ。ケーブルフックを撃て。何としても列車を中央駅まで行かせてはならん。位置を特定した。奴はベクタの西側にいるぞ。これまでに目撃情報は一切ない。作戦実行中だ。エレベーターは停止中。民間人は下から避難させてる。上の階でタイランの目撃情報が入った。中に入って地上部隊と合流し人質を守れ。オフレコだが、タイランを優先させろ。分かったか。タイランを晒し首にしてやれ。ルーカス行け。下の階に閉じこもっています。何かいた。いつでもフールの天窓から飛び出せます。飛び出すか、他の入り口を見つけるか、指示を。全隊へ、シャドウ1-8は中に入った。全ズール攻撃部隊、その場に留まれ。高くついたら、シャドウエージェントが全員殺した。敵軍に気づかれた。クリーム隊、取り備えろ。パイランはいない。キッチンクリア。助けてくれ、妻が他の部屋に連れて行かれた。おい、こっちだ、来い、頼む、みんなを助けて。助けて。突破の準備を。ジムクリア。移動準備だ。届いてくれ。やるんだ。他の部屋に向けた。置いてはいけない。ズール2なんだ。全人質を確保。シャドウ1-8に感謝する。以上。了解。ご苦労。
ロープのセットを全部取り付けました。速度に気をつけて。メイドリンのロープさせるな。簡単には死なんぞ。こいつを取っとけ。くれてやる。タイランがいたぞ。移動してる。シャドウアイド、奴は生け捕りにしよう。シンクレアだ。今のは取り消す。撃ち殺せ。いたぞエージェント。やられるか。急いで追いましょう。やつの上に。いたぞ。プラットフォームだ。タイランを確認。十分。タイランは ISA に移送したドロップシップに乗るぞ。いや、タイランを逃がすな。認めよう。だが貴様は所詮負け犬だ。